のりこさん。はい、デペさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。元気ですか？いや、ちょっとね、花粉症かな、ちょっとアレルギーが始まりましたね、また。なんれ、花か、粉症ってこの時期なんですか？やっぱイギリスはちょっと日本と違うでしょう、もちろん、植ちょっ物とが遅違ういんでから。すね。ものすごく始まりましたね、鼻水が。はい、目もかゆくなってきたし、今日すみません、ずるずる言ってるかもしれないけど、毎我年慢しですてくか？ださい。はい、毎年ですね。でも私、前もちょっと言いましたけど、ちゃんと調べてないので、実はどんなアレルギーを持ってるのかわからないんですね。でもいつもこの4月終わりぐらい。この時と、あと秋ぐらいの時ですね。多分2回ぐらいピークが本当に来て。で、昨日は、なんかちょっと庭の仕事というか、なんか芝生を切ったりとかしたので、多分絶対それかなと思って。ああ、そういうことね。鼻水が、出てますね。すみません。なんか、薬とか飲んでますか？何も 飲んでないですか？飲みました、今週は。今朝も飲んだ。これから効いてくると思います。なんか病院の薬じゃなくて、その、市販のというか市ね、そ販のの辺ね、でお買え店で、る。ドラッグストアとかのお店です。そんなそう感でじすでよすね。なんね。かアレルギーは結構複雑みたいで、ね、なんかこう、聞いたり聞かなかったり、なんそうかみたいこう、ですね。毎年、なんかこう、違ったり、いろいろするらしいですよね。するみたいですね、本当にね。だからいろいろ試して、まあでも何週間かで終わるんですか？そう思いますね。今、本当に今、最近天気が良くって、いろいろね、春の植物が 出てきてる頃だと思うんですよね。だからだと思います。あとはね。そんな感じで。てっぺいさんは元気？僕は元気ですよ。いいですね。先週覚えてますか、のりこさん。先週？先週ちょっと学校のことについて話しましたよね。話しましたね。ね、集まりがありました。あの後ね、何？あの時僕はちょっといわゆるテンション高い状態、ちょっとこう、そう言ってましたね。なんかこう、わーって言ってましなんたかちょっけとがっど、かりしたというような話でしたけど、あの後そのね、僕後。はちょっと、そのポッドキャストについて少し、ちょっと反省したんですよ。反省したんですか？そんな。のりこさんじゃなくてね、僕の部分だけですけどね。どうして、どうして？なんかなんか悪いこと言ったかな？このポッドキャストはアップロードするべきなのかしないべきなのか。なるそほれど、ぐらいなる思ほいました。ど。ちょっと、どうしてですか？正直に。いや、これはね、別にこのことだけではないんですけど、基本的に、僕たちのポッドキャストは、いろいろなことを話すじゃないですか。で、いわゆる、そのトーンが強すぎ、その、なんかこう、感情的、そういうフィードバックもらったんですか？まだ長い。全然、基本的にはね、まずね、外国人の人にとっては、全く問題ないことだと思うんですよ。いや、私は面白いトピックと思いのまりしこたさけんどもね、ね。のりこさんもそうだと思う。で、僕もそうだと思います。思いました。で、特に誰からフィードバックがあったわけでもないんですけど、自分の意見、特に何かに批判的な意見をするっていうのが、アメリカやヨーロッパの人たち、他の国の人たちにとっては普通のことなんですよね。でそっか。も、やっぱり なる日ほど。本では、難しいですちょっとね。そういうふうに考えましたね。いわゆる、僕が言ったことは、その学校のシステムとか、その先生がやっていることや、その PTA とか、そういうことがやっていることが、バカバカしいことが多い。ね。そういうことを、一方的に話したんですけど、バカバカしいことを、じゃあなぜやっているかというと、多分理由はあるんですよね。
いろいろな理由が、うんうんうん、でまあそういう理由についてはあまり僕は想像せずに、まあ、まあ話した、うん、でもちろんあの自分の意見としては、ね、それはいいんですけど、ちょっとあの態度としても、まあこれから学校が始まる時にやっぱりちょっとこのあまりに批判的なあの態度っていうのは良くないかなとちょっと思いましたね。例えばね、例えば今ね、今僕が保育園について何かを話す時はあのいいと思うんですよ、もう終わったこと。で実はね、保育園が始まる時も僕はちょっとあのクリティカルな意見がありましたね、保育園に対しても。で2年間子供が通って終わってみると、まあいいことも悪いことももう今は分かるんですね、うん、でいいことも悪いことが分かる状態で話すのはいいんですけど、はい、小学校はまだ始まったばかりで、ちょっとこの悪い想像だけをしてるんですよ僕は。なるほど、なるほど。でその理由もあって、うん、実は僕は子供の時からあの小学校中学校高校と、いい先生に会ったことがないんですね。あ、僕にとって自分自身の経験、ね、そう、僕にとってあまりこういい経験がないんですよ。なるほど。はい。でそのかなりバイアスがあって、本当にそういう小学校中学校高校にはいい意見が持てないんですよね、うん、いい想像ができないんです。でこの話になるとやっぱり必要以上に感情的になって、で他の人たちが、例えばね、ある生徒さんが、いや僕にはあのいい先生がいましたとか言うと、僕はねいつも嘘でしょその嘘そんなわけないじゃないですかとか、いい先生なんているのとか、あの僕は小学校楽しかったですよとか中学校楽しかったですよとか言うと嘘だろ、嘘つかないでみたいに、ちょっとこうそんなちょっと悲しい経験がね元にあるから、はい、そういうようなコメントになっちゃうんですよね。いや実はね、僕の経験が悲しいわけでもないんですよ、ここが難しい説明が。あの明らかに悲しいトラウマ的なことがあったんだったら、まあ、もっと説明しやすいんですけど、僕はまあまあ勉強ができる子供で、でも、うんうん、一番ではないんですけど、できなくはない、真ん中のちょっと上ぐらいですよ ね、 なるほどね。でクラスでの態度もまあ悪くないし、はいはいはい、よくない、まあ真ん中よりちょっと上ぐらい、うん、ずっとそんな感じなんですよね、うん、だから先生にとってはなんかこう問題がない子だから、うん、問題がない子、ね、あんまり関わりがなかったんですよ、ずっと。なるほどね。先生にとって特になんか強い、なんかこう関わりがない。なるほど、ね。先生はいつもとてもとても悪い子とか、とてもとてもいい子にフォーカスするじゃないですか。まあ、でしょうね、うん。はい。で、まあ僕の中ではね、自分はまあそれでも、いろいろね、はい、考えることとかあるけど、あまりにその先生との個人的な付き合いがなかったんで、そうか、そうか、はい、なんかまあいろいろありますね、まああるある学校時代のね、そう、先生が悪いというよりはあまりに普通に見えましたよね、あまりに普通、あまりに情熱がない、うん、あまりにまあ少なくとも僕のことは全然考えてないように、感じた経験がずっとあって、ね、はっきり言って今先生ありがとうって思う先生っていないんですよ、大学。それはそれで、はい、いいと思いますよ、言えば。大学の時はあったんですよね、はい、うん、でも私先週の、ごめんなさい元に戻るけど、うんうん、先週の話私聞いて、私は逆にすごいなと思って、っていうか、うん、大体のお母さんたちとか日本人の、うん、まあ大体って言っちゃ悪いけど、多分そのままのシステムをそのまま受け入れちゃいがちだと思うんですよね、うんうん、でも何か変だと思ったらやっぱり誰か声を上げないと、それが集まらないと変わらないじゃないですか。で、そう、多分ね、最近 Twitter 私こっそりやってるんですけど、うん、
PTA のこととかその紙をなくそうっていうような人を、うん、こうやっぱり声を上げてるツイッター見るんですよね、うん、でもそういう人が集まらないと絶対変わっていかないから、私は哲平さんみたいに疑問に思うことってすごく大切で、それを言うのはすごく大切だと思うんですよ。でそれはもしかしたら日本で少人数の人かもしれないけど、はい、でも言わなきゃ変わらないから絶対、はいはい、もちろんね、うん、でその言う時のトーンがもう少しきついと思った先週、まあ、全然そう思わなかったけどな、まあ、後でちょっと思いました、ね、反省したんだ、真面目だな。いや僕は結構トーンダウンすると急にいやいや私は本当にすごく納得できたんですよ先週。全然全然大丈夫ですよ、哲平先生。まあまあ聞いてる人たちはみんな外国人ですから全然問題ないんですけど、うん、でものりこさんもこういう経験ないんですか、外国人と話しすぎてあ、そっかそっか、そうなるほどね。日本人と話をするとちょっと気をつけなきゃみたいな、気を使えないとそうそう、だから例えばポッドキャストとかも、うん、外国人が聞く分には全然問題ないと思って、その世界のスタンダードに近いようにね、うんうん、そういう気持ちで話してると日本人が聞いたらちょっと変かな、ちょっと確かにね、ダイレクトすぎるかな、直接そう思う人もいるでしょうね、日本人の方だったちょっとクリティカルすぎるかなとかね、うんうん、そういうふうに考える時はありますよね。だからできるだけ日本人には聞いてほしくない。いや大丈夫大丈夫、心配しないでそんな同じ学校のさ保護者の方でこの人はこのポッドキャストを聞いててこんなこと言ってるとか言う人いないでしょ多分そんな恐ろしい大丈夫大丈夫まあ、あそこのお父さんはみたいなそんな特定そんなね、嫌でしょそれはね大丈夫です、大丈夫と思いますよ。はい、いやまあでもね、やっぱりこのそうですね、やっぱり少し自分の態度に意識的にはなった方がいいなと思いますね。僕は本当に例えば、うん、まあ子供にね、例えばお風呂の中で子供に聞くんですよ、今日どうだった、うん、学校どうだったって言ったら、うん、まあ普通だよとか言ってね、うん、で先生どうだったって言うと、まあ先生まあちょっと怖かったとか言うんですよね。で僕はそうだろ、先生は怖い、先生は先生は嫌なやつだよみたいにね、僕はついついそう言ったら奥さんがいやそんなこと言ったらダメだよみたいなね、で僕は気がつくんですよそこで、あ、やっぱりまたバイアスがある、ね、先生は悪いやつだっていうふうに僕はなんか思ってて、で子供の、まあそれね、まあ、子供に言うときは気をつけた方がいい、フェアにした方がいいでしょ、うん、だってもちろんもちろん、なんか僕の価値観は、ね、これからだからね、うん、そうそう、でも親とはいえやっぱりやっちゃうんですよね、そういうこと言っちゃうんですよね。例えば、うん、まあ例えばサッカーが好きな人とかね、子供にサッカーは面白いぞって言ったり、逆にサッカーが嫌いな人は ね、子供にサッカーなんて面白くねえだろって言ったり、言うでしょうね、うん、そう、子供にやっぱり影響、ね、しますよね、その親の考え方っていうのがね、もちろんもちろん、はい、だけどやっぱり学校は悪いところとか先生は嫌なやつに違いないとかそういう考え方はちょっと映ってほしくないですよね。子供には希望を持ってね、うん、そうだね、そうだね、はい、これからいい先生、これから長いからそうお子さんが6年まだ、はい、でもやっぱバイアスがあるんですよね、あるある絶対ある、自分のバイアスにやっぱり気がつくと反省しますよね、うん、例えば日本語の先生なんてみんな悪いやつだみたいなあるでしょ、のりこさんだってそういうなんか日本語学校なんてみたいな、うん、いやでもさ、私はさ日本語学校に関しては経験がないから本当に何とも言えない。あ、そう、まあ僕もそうですけど、ね、本当もう言いたくない、そこは言いたくないし言えない、言えないことは言いませんね。でもその小学校中学校に関してはあるある、絶対ある、私自分の経験に基づいた意見があります。ありますよね、やっぱりね、あ当然、まあ、時代も違うんですけどね、昔と今と、ね、そうですね、うん、結構ひどい先生いましたからね。いやいや、もう私の今思ったらありえないことがたくさんありましたよ。そうですよね、なんかだって私先生に叩かれましたからね。そうそうそう、本当に叩いたり、ね、バシッて
そう、で、それは今でも、もう、あの先生のこと憎いぐらいの思い。そうそうそう。ね、だって痛かったからね。はいはいはい。そうそうそう。で、やっぱり悪い先生が一人いると、もう、もしいい先生が一人いたとしても、忘れますよね、いい先生はね。あまりに悪い先生の悪いインパクトが大きすぎて、悪いイメージがね、本当に、ね、はい、本当に、いや、はい、ひどい時代でしたよ、うん、いや本当に叩いたりとか怒鳴ったりとか、怒鳴ったあります、あります、はい、なんかこう、うん、なんていうの、俺の言うことが正しいんだっていう先生いましたよね、そうそううん、うん、まああれは昭和の時代ですからね、今じゃありえないでしょう、いやでもね、まあ多分あるんだと思いますよ今も。本当にそんな先生言っちゃダメでしょ、うん、今多分。いやそのいわゆる直接叩くとかはないにしても、うんうん、やっぱりそのいろいろな形でそういうコントロールをしようとしてたりとかね、うん、はい、いわゆる、なるほどね、はい、そのハラスメントっていうのがあのいろんな形にでできますからね、もっと精神的な苦痛とかね、うん、精神的に生徒が嫌なことをさせたりとかね、はい、その明らかなことは減ってるかもしれないですけど、そっか、まあいろいろな形で、なぜかというと人間は基本的に変わってないから、はい、だからその叩いたりすることはなくなったとしても叩きたいっていう気持ちはあると思うんですよね先生、なんかまだちょっと暗いトピックになる本当に本当に、はい、やだな、これいろいろありますよね、例えば昔に比べたら今はあの差別を、ね、例えばあの人は外国人だとか言って差別をする人は教育とかのおかげで少なくなったかもしれないけど、頭の中ではやっぱり考えてる差別の心があって、でそういうのをなくすことが本当に難しい、ね、だからなんかこう今まあ普通は我慢してるけど、例えばお酒を飲んでそういうことを言ったりとか、冗談のつもりでそういうことを言ったりとか、なんかこうやっぱり漏れてしまうんですよね、そういう悪い気持ちとか。だからまあ今の世界はまあ、表面的にはねよく見えるんですけど、やっぱり人間は基本的に変わってないんで、あのそういうことを考えてたりとかで、そういうことを考えなくさせる、考えなくする、でこのためにはやっぱり本当の意味での教育や本当の意味での、まあ、思いやりで、それを作るのが多分いろいろなコンテンツだと思うんですよね僕は。もっとあの質のいいあのコンテンツをたくさん読んだり見たり聞いたりする、はい、でもどちらかといえばやっぱりなんかこうそうですね、教育的に悪いものの方が多いですからね、この世界には。なんかね、うん、ちょっとねいろいろ考えますね、はい、なんかフィクションとして教育的に悪いものを楽しむのはいいんですけど、ちょっとまあね、もっとうん、ちょっと分かりません。分からない。分からない。難し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 い。コンテンツだけじゃないな。やっぱり人間関係も大事ですよね。いや、やっぱりね、はい、人間関係。自分で経験してみないと分からない。そうそう、人間関係。あの、素晴らしい人間関係があると、やっぱり一番いいので、まあ、例えば差別に関して言えば、あの、いろんな国のいろんな友達がいれば、あの、うん、そういう外国人に対する差別や、あのいろいろな環境じゃないかな、人種にね、ね、対する差別もなくなるだろうし、うん、環境ですよね。やっぱり一人一人がもっといろんな人とつながりを持ってですね、うん、まあ、つながりがない人たちのために、まあ、コンテンツもあるし、まあ、でもやっぱり、うんうん、そうですね、オープンにいろんな経験をすれば、うん、そうですね、やっぱりね、うん、経験も大きいかもしれない、うん、うん、もちろん、はい、はい、うん、そうね、